半です。後半です。後半は、はい、先ほど言いましたがテーマに沿ってやっていきたいと思います。はい、まず3ホールは100切りについて。100切りについて。うん、まあ私たちが思ういろいろ、まあパットはまあ3パットしちゃダメだよねとか、まあ OB 言ったらダメだよねとか、も含め100切りについていろんなこうゴルフしながら話していきたいと思います。はい、わ、はい、かりました。はい、では100切りについて。はい。はい、まあ100切りはね、まずドライバーが何て言うかな、こう当たるか当たらないかみたいなところがね、大事、まずあると思うんですよ。まあでもさ、ドライバーがさ、ミスっても切れるよね。そう、ただ100切りの皆さんはドライバーばっかり練習してると思います。してそうしてそう、私も最初の頃してたわ。そうでしょ、で毎回ドライバーが良かったか悪かったかについて多分語るでしょう。どうでしょうか。どうでしょうか。おー、いいじゃん。ちょっと左。今日1ミート率良かったっぽいけど。なんか多分まずドライバーをまあ5割ぐらいの気持ちで打つ。まあ100を切りたいのであればね。そう、あー、なんか変なやつになっちゃった。まあ。いいでしょう。まあいいでしょう。やっぱね、こういうこともあるよ。ペロン。ペロン。ドライバー飛ばしたいからね。ね。そうね。100切りのティーショットで大事なのは、まあなんか、まあ女性だったら150以上飛んでればいいんじゃない。うん、そうだね。男性だったらまあ200ぐらい。うん。飛んでて、まあそんな大幅に曲がんなければ、うん、次はだいたい狙える位置に打てるかなみたいな。うんうん、はい、ゆんちゃんは初めてどれぐらいで100切りましたか。はい、私はなんか100を切る前に、なんかドライバーは当たったら飛んでたんだけど、うんうんうん、100切る前にずるいずるいって言われてて、レディースティーで打ってて、だから100切る前にマシかマシかだなマシかマシかってなって、102ぐらいで、あ、レギュラーティー行っちゃったの。レギュラーティーに行って。あ、そうなの。そう、でも丸、2年かな、でレギュラーティーから100切ったのかな。あ、じゃあレディースはそこから回らなかったの。うん、あ、そう。そう、でレギュラーティーで100切ってから、なんかコンペとか出るようになって、したら、え、レディースティーめっちゃ楽じゃんみたいな、うんうんうん、前じゃんみたいなね、っていう感じだったのかな。なるほどね。100切りを目指している場合でしたら、はい、ここピンを狙ってしまうと、はい、スライスしやすいじゃない、大体。そうなの。ってことはもう左バンカーとピンの間ぐらいに打つ感じだよね、うん、100切りの人は。そうね、あと右バンカー入れやすいよね。そう、右バンカーにこうピューって、ピンを狙うとピューって入ってっちゃうから、もう真ん中だろうね、100切る場合。左バンカーとピンの間とかね、まあ乗ったらラッキーぐらいな気持ちで打っていくといいと思います。これ私もちょっとね、右に出る可能性があるので、ちょっと左ぐらいかな。お、いいよ。ちょっと左行きすぎた。左行きすぎたね。まあ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 、乗りましたよ。転がるね、ナイスオン。まあ今は、まあお互いね、え、ちょっと近くない。いや近いよ。あ、でも手前だね。手前、奥行ってない。いや奥じゃないわ。純ちゃんの方が横かも。あ、ちょっと手前か、うん、まあでもゴルフはね、手前からですよね、手前からだし、最悪というかバンカーに入れないように打ったりとか、私も今は本当に右のバンカーに入んないように、本当はピン狙いたいけどちょっと左打ったりとか、じゅんちゃんとこの方がペラッたら入りそうな感じだったよね。私の方がまだこうなりやすい、行きやすかったよね、だからそういうのも気にしながら、まあとにかくハザードっていう感じ、ね、そうね、にそこに入れないようにするのがポイント、ポイントです。いいんじゃないですか、距離感。今日はバーディートライ、かなり多いですけどね。多いのに全然入んない。
来たか来たか、ナイスバーディー、めっちゃ嬉しい、さすがです、あーめっちゃ嬉しい、てん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 で今動画と似てたよ、嘘、よかった、収めましたパーに。さあ、はい、これまだ100切り100切り、3ホール100切り、そうですね、まあここで言うと右のバンカーに入れないように、うん、ああ打つのがまあポイント、こう風対策は100切り関係ない、まあ風対策はあまり関係ない、ヘッドアップしやすくない、でも、あ、そうだね、うん、まあ低めに打つイメージで、風出てきたね、超上げ、すごい上げてんね、うん、もういいじゃん、完璧です、完璧です、狙い通り、おいいね、なんだけど100切りってさ、うん、ダボペースだとダメなんだよね、ダボだと108だからね、そっか、でもダボペースにパーとボギーが入ってくればだいたい来てる感じ、ボギーペースで90だからってことは全部ボギーで90、うん、だからまあ、まあ、ダボが2回3回とか来ても来てもそれもそうね、すごい止まってた、あ、止まってんじゃん、ラッキー、上げようとしない、上げようとしないこと、いやーやっちゃいけんやつ、いや大丈夫けど狙えないけど、そこは、はい、今は右に出やすいところを右にそのまま出ちゃいました、そうですね、なので、まあ、ちょっと左目から、うん、こうスライスかけてくイメージだったね、うん、まあ、それで仮にうまく拾えちゃってまっすぐ行ったら、うん、まあ、しょうがないって思った方がいいね、いいし、いいし、まあ、無理にうまく打つ必要もないかなっていう、いやー全く狙えなくなっちゃったよ、うん、本当だね、まあ、全然無理、全然無理、ちょうどこの木がかかっちゃってで狙えません、グリーンの左端を狙う感じですかね、ここからじゃ見えないから、あらら、まあでもちょっと高さ出ちゃった、でももうなんか私も100切りみたいなアプローチだから、もうとにかくヘッドアップしないのと左足体重、あと左足体重って言ってるけど右乗ってない乗っちゃうの、乗っちゃうの、どうしたらちょっと上げてる、こうやってやるといいの、そうね、そう、こうやってやってようかな、あと手首返さないようにフェイスの、そう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 、いい、今のいいよ、ナイス、ちょっと我慢できた、できてるできてる、いかないのかい、うわ結構読んだよ、あれ、はい、あ、惜しい、よし、入れてくよ、はい、入れ頃、外し頃、パーパット、さっきからきれるやん、なんだろうね、これ、これがね、乗りました、ここはすごいね、右向けてないです、あの木、茶色の木よりも左向いてます、
私と同じ方向を向いてます。だから私はあっちを向いてたのかもしれません。でもさ、右に向く癖なかったら左に向く癖になってきたのかな。うん、そうか。ああ、いいですね。そう、すごいクローズな感じにする。そう、私もそうなってああなったんだけど、はい、それでもまだ左向いてるくらいだけど、だから痺れないように大丈夫。ね、ペラペラ。いや、ペラペラじゃないよ。ただね、あっち打っちゃいたくなる。なんかすごいきつく感じなかった？なんで？なんか何今のきつい。ね、なんかもうお尻も出てるし、なんか見た目がそうなんじゃない？人のを見る。そうね、人のを見る。人の速さとか、人の打ったライとかでしっかりイメージする。参考に、人のパターを参考にします。今の嬉しいよね。嬉しい。今の耐えれると嬉しいよね。いや、今の入んなかったら本当にまたもう。ナイスパー。ちょっと怖い。怖かったね。ちょっと怖いもん。もうこんなのはい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 って感じで打ってたのにな。分かる。ちんちゃん。はい。以上、百切りについて、はい、この3ホールを話してきましたが、はい、どうですか？まとめです。まとめで言うと、うん、とにかく、まあ、ミスを増やさない、うん、ミスっていうのはバンカーとか池とか、うんうん、なんかこうそういうハザードに OB とか OB、バンカー、池、うん、まあ、バンカー入っちゃっても1回で、ね、うん、出せる自信があれば別にいいんですけど、まあ、結構100叩いた人ってバンカー3回とかやっちゃったりとか、うんうん、まあ、1回で出ない、うん、結構多いと思うんで、そこはまず大事ですね。そう、そこ、そういうところに入れない、うんうん、なるべく避けてゴルフする、うん、あとドライバーとかその満振りじゃなくて、うん、まあ5割から7割、うんうん、で飛ばすことよりも、うん、まあフェアウェイキープ率とかなんとなくこうコース内にいる、うん、そうだね、ってことが大事かな、うん、大事だね。ドライバーもなんかこうアイアン打つのと同じぐらいこう、うん、真剣にっていうか飛ばすことじゃなくそうね、うん、アイアンはさ飛ばしに行かないもんね、うん、それぐらいの気持ちでいいってことだよね。そう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 、でちょっとやってもらえたら100切りには少し、うん、近づけるのかな。でもやっぱどっか飛ばしちゃいたいなって思っちゃうとやっぱミスにつながっちゃうと思うので、うんうん、そこは我慢、スコアを出すなら我慢かなと、うんうん、その次でもいいもんね。今度飛ばしたいってなればね、うんうん、そうそうそう、もっともっとってなった時に飛ばすとかは、うん、ですね、あのできると思うんで、うん、やっぱね一回その100を切ったっていう自信 ね経験っていうのは、うん、ね、あったらね、はい、いいもんね。あと1だとか最終ホールで結構叩いちゃう人とかいるじゃん。そうだね、うん、そこは多分そういうところが出ちゃうんだと思うんだよね、うんうんうん、なんかパーで上がりたいとか、うん、100切ればいいのにさ、欲が出ちゃってさ、取りとかさ、ね、うん、なるね。プラスはなんか、うんうん、ダブルパーとかさ、うん、あったりするから、うん、ぜひぜひそういう参考に、ま、我慢をね、我慢をねしてみてほしいです。はい、はい、以上です。はい。